ハンマ家の本家のハンマ岩尾先生です。今回はですね、父の毒殺で亡くなったんですけれども、犯人は2回目の母ですね。それでですね、原因はね、生前贈与で家族がやあの犯人ですね、共犯じゃなくて犯人ですね。妹も姉も犯人ですね。それから父の妹2人とも共犯、犯人ですね。というのは、私も前に毒殺を食らってんだけど、家族から聞きやられました。父も犯人でしたけどね。父はね、閣僚をやってた父、天然で村長やってたんですけど、弥彦村のね。で、父が使用人を殺害したという、住み込み女中というか奴隷みたいなもんですね。2階に住み込みの人がいたんですね。田舎の大きな家にですね。で、その時に父が殺害したという、折檻でもしてですね、殺害したらしいですね。そういうのがあってですね、父は中央大学を、頭いいんで表彰されてたんだけど、中央大学で勉強しないでくれということで、バンド組んで勉強しないで、頭いいんでね、法学部を卒業したんですね。で、そういう癖がありまして、 NHK の紅白歌合戦の監督を25年間やってましたけどね、そういう癖がありまして、それから再婚でですね、前の母を殺害してるんですね。閣僚やってるんで、2回目の母のね、お父さんがね、ということで、業界で力があって役に立つということで、前の母を捨てて殺してね、嘘の証言です。精神異常者ということで病院に突っ込んで、ね、殺してます。で、父はね、そういうのがあって、悪い癖があって、家族も妹も姉もそういう悪い性格を持ってましてね。で、前の閣僚をやってたじいさんは、まあ普通ではあったんですけれども、それで私に対しての毒殺も食らいまして、その時の責任は2回目の母のじいさんも、その閣僚をやっててね、防衛庁の技術研究所の所長をやってまして、母も私の毒殺が、私が分かってね、自害したというか自然に死にまして、それを言ったらね、すぐ死にました。で、じいさんの方は分かって死にましたね、すぐね。2回目の母の毒殺ね、私がね、大学生の時もめちゃめちゃやられてたのを知らなかったんですね。支払いでオシロスコープなんか買った時に、丸いでですね、支払いを忘れてたりしまして、というのは毒殺食らってね。それでまた父閣僚やってるんで、総理大臣よりまだ力強いとこがありましてね、借りてた借金に私に連絡しないで、犯人が2回目の母が電話取ってるんで、ね、教えないわけですね。私の方は支払いできるんだけど、それで自分の異常をね、やっぱグルで、業界、そのやっぱり2回目の母とかじいさん隠れやってますからね、力強いんで、私に対してのミスをわざと隠してたんですね。で、私が頭をいかれてるんで、毒殺の責任なんですけど、もうそれを隠して入れるわけですね、2回目の母被災がですね。で、それからたけさんっていう、まあうちの楽譜師とかね、やってた時、作曲家で父がやってた時に、やっぱりこき使ってね、父こき使いまして、がんで亡くしてましてね。で、あとまた住み込みのもう一人、正常に2回目のね、住み込みにいた私を世話するね、本家の貴族ですから世話するばあさんがいたんですね。それもその時からね、ちっちゃい時からやっぱり父がの命令で
俺をその長男だけども本家を裏切りましてね、でその正しく生きるのが父嫌いなもんですから、殺せという命令 してまして父がね、私をね。で、あのネズミ の殺すお米ね、黄色い、これを私知らない時に食べさせられたんですね、ばあさんに。それでばあさんが私を殺せなくて、父の命令で殺せなくて追い出すと言って、あの長崎の方に追い出して殺しちゃったと。全然年金もないんでね、あの父は支払いませんから、あのそれで追い出したんで生活できなくて死んでます。で、大変少ないんですね、1万円以下なんでね、あの月の年金がね、それじゃ食ってきませんからね。だからそんなようなことで妹、あのにまたさらに今度、あの父は父の 仲間で、私がその父によくあの追求したんですよ、あの母のね、2回目の母の毒殺で、父はやっぱりグルだからもう絶対に聞かないわけですね。でそれで私の力、私は億万長者なんで、実際ねバイナリーオプションのスペシャリストで、まあ人間全体が本家の本物貴族なんでかかってくるんで力は強いですけどね、事実上は世界一億万長者なんですね、私はね。で全然あの周りから取り立てもできてませんけれども、あの力は強いんで、で、あの天皇家は選ばれたあの大統領ですけども、私のものは本物の貴族なんですね、で半負けの王ですけども、あの、今はね、でその事件はもう徹底して家族がグルで事件を繰り返して一緒にかかってくるわけですね。で隙を見て、その危ないことを